キチャンネル。ちょっ、こんにちは。今年優勝するためにはこれだけの成績が必要です。はい、キーマンを探せ。はい、今日は昨年5位のロッテとカープです。はい、まあでもね、ロッテはもう簡単なのよ、うん、何しなきゃいけないのかは、まあ、まずはショートが固定です。はい優勝するためには、ま、毎年の課題という。そう、うん、どうなの俺オープン戦全く見てないけど、オープン戦をよく見てた先生、ロッテのショートは固定されそうですか？いや、まだ悩みそうですね。まだ悩むの？平沢選手とかも出たりしてますよね。そうなんですよね、うん、平沢ショートが持ってんの？外野じゃないの？でも、試合には出たりしてるんですよね。出てるんですよ。友杉選手を使ったりはしてるんですけど、うん、打ってる？ちょっとまだ。友杉選手はどう？オープン戦打率2割6分7厘打ってんじゃん。15打数4安打、あんまり出てないじゃん、15打数って。直前の試合は藤岡選手がスタメンで出てますね、うん、その前が友杉選手。だからやっぱショート固定だね、うん、これはもう、まあ、固定っていうか無理やり固定する必要ないけど、はい、固定するぐらいの選手が現れることが必須だね、うん、そうですね。で、まあ、山口のホームラン30本、はい、ポランコのホームラン30本、ポランコ選手もこれはもう確実にいるよね、うん、ポランコのね、うん、で安田の、2割、8分5厘のホームラン15本。おー、うん、安田選手でも15なんですね、うん、で、高部のタイトル、はい、盗塁王、うん、盗塁王でも首位打者でも最短でもいいから、うん、高部のタイトル、はい、で荻野が怪我なく1年間、はい、やれば多分安定的な数字は出すと思うけど、はい、数字はなくても、うん、で松川の2割5分、うん、これはいるね、最低でも、はい、だからもうポランコ山口でホームラン60本打たなきゃいけない、2人で60、うん、よし。で中村翔吾、中村翔吾怪我なく1年間、うん、これです、まあ、柱ですからね、うんうん、どう、これ無理やと思ったらもう無理だよ、優勝は。でもこれキーマン多すぎますね。それだって5位だから、そうかないよ5位なんだから少ないわけないじゃん、うん、5位なんだから。でまたこれ野手だからね、はい、投手陣、はい、佐々木朗希の15勝、うん、もう15、いやこれはもう必須だよね、はい、うんうん、で小島の、13勝、はい、で、守護神の最多セーブ、うん、で種市の10勝お復活、はい、菊池新人の8勝、うん、メルセデスの10勝。10勝、10勝投手4人。いやそうそうだよ、だって優勝するんですもんね、優勝するためだから。で、佐々木朗希のタイトル、うん、これいるね、うん、まあ、何でもいい、サイド奪三振でも、うん、何でもいい、うん、松田が防御率2点台、おこれでいけるやろ、どう、まあ、野手がで石川歩夢が、10勝、うん、もう6人10勝したもん、ま、ダントツ優勝だと思います、ね、はい、でも別にできない話じゃないよね、まあ、野手がそんだけホームランとか打ってくれたら、うん、おのずとねピッチャーも勝ち星ついてきますし、そうしかも佐々木の15勝とかな、うん、別にできない話じゃないじゃん、堂、うん、島の13勝もできない話じゃないじゃん、美馬、うん、の10勝もしてくれなきゃ困るやろ、美馬、うん、がで石川も10勝してくれないと困るやろ、うん、で種市の10勝はちょっと希望的観測かなりあるけど、してくれたら復活でみんな嬉しいよね、うん、ハッピーで。で新人菊池が8勝も、うん、ライジで取ってんだからそ8勝ぐらいしてほしいよな、うん、でメルセデス10勝はもうこれ必須条件じゃん、そんなの、うん、そうですね、バスケットですし、うんうん、で増田が防御率2点台はそれしてくれんとそんな崩壊されても困るじゃん、うん、で守護神最多セーブ勝ってるってことでしょ、これぐらいはいるよな、ね、うん、これができれば優勝やろ、オスナ抜けてますからですね、そうだから、まあ、種市の10勝はちょっと言い過ぎかもわかんないけど、はい、その他の10勝はマスト級でいかないと、うん、なかなかな厳しいよな、これできたらでも優勝できると思います。いやできるよな、この成績だったら、うん、全部ね、全員分、はい、うん、で、カープ、はい、カープは森下、栗、うん、大瀬良で35勝、あそこ40じゃなくていいんですね、あそこでも他にもいるからか、トカダとかもいるから、トカダ、森下、大瀬良、栗で50勝だよ、うん、そしたらもう優勝や、
でそこに増田が出てきて、うん、新人を取って、うん、で後ろは栗林いるわけでしょ、うん、森浦で松本、うん、で矢崎、うん、島内とかいるわけでしょ、うん、しっかりの投手も入ってくると思います、うん、で野手は坂倉だからマクブルームとデビッドソンで、うん、ホームランが40本、うん、坂倉が3割以上打って、うん、で秋山が3割、うん、打ったらもう勝てるっしょ、うん、広島はやっぱ先発いるないるっしょ、あと遠藤投手、うん、遠藤投手の回しな、うんうんうん、だから玉村とかね、うん、もういるし、うん、左もね、高橋もいるしね、うん、で、まあ、森黒原もいるしね、はい、いるな、広島で、控えには上本とかな、はい、葉月、大森とか、うん、もいるしね、堂林、はい、で中村、うん、ね、あと末金、うん、で磯村、相澤、はい、もいるからね。じゃあキーマンはキーマンが、そう、森下、大瀬良、栗、床田で40勝、うん、で、みんなじゃあ10最低で、増田が新人王、うん、で、坂倉の3割でデビッドソンとマクブルームでホームラン40発で秋山3割、うん、これでできたら優勝でいけるよ、うん、いけるっしょ。でもそんなのが不可能じゃない感じが、うん、まあ、増田投手の新人王っていうのはちょっとね分かんないところありますけど、いやもう俺は知ってる。本当ですか、うん、なぜなら新人王候補のドラフト1位が増田だから俺は知ってる。本当の1位吉村って言ってましたけどね、うん、そうそう、でも増田が特別賞とか取っちゃうわけよ。だったら楽しみですね、うん、うん、だこれがカープとロッテでできたら優勝できるよ、うん、もうカープ昨年の打率1位ですからね、うん、そうちょうどね先発の3人が安定しなかったところかな、うん、あのパツっていかなかったけど、うん、ここのパツってはまればピッチャーがね頑張って、森下投手も順調にいけばいいですね。行くから大丈夫、大丈夫ですか、うん、交流戦ぐらいから復活してくるから、うん、同じですね、うん、あそこから10勝って全然できますもんね。いや十分なんだよ、だって交流戦が大事だから、うん、カープは、うん、去年交流戦の借金がそのまま8乗ってるからね、うん、だから交流戦から森下が来たら元気なうちに頑張ったら、うん、いい感じになるからね。これ僕気になるのは盗塁数が26なんですよ、うん、昨年で圧倒的成績少ないんですよ。カープの問題点は盗塁数が低いことじゃなくて盗塁されすぎてるところの方が問題はなそっちですか、そっちだよ。別に盗塁少ないのはそんな言うほど、あそれはいいんですね、全然いいのよ、はい、だってそもそもよ、うん、そんな走れるやついないからも、まあ、そうなんだ、ノーマーぐらいだよ、はい、走れても、うん、だから別にもうそんなの言ったところで今のチーム作りから考えたら増える要素はないわけよ、うん、途中からの上本とかそういったところのダイソー出していかない限りはないわけよ、はい、だからもうそんなとこ低くでも関係ない。問題は盗塁されないようにしなきゃいけないことで、また坂倉が今年からキャッチャー専念したときにそこら辺もカバーしていかなきゃいけないし、去年相澤とかの阻止率も低かったから、盗塁することよりもされないことよここよ大事なのは。そこら辺のディフェンス面も重要になってくるけど、ピッチャーのクイックとかはいいわけ、うん、カープは全体的に数字で見てもだから、まあ、キャッチャーのスローイング精度をしっかり上げていかないと無駄なランナーがどんどん進塁していっちゃうから、そこなのよ問題点は。そうすることは問題点だ、できるやついないんだから。そうですよね、もう昔みたいに田中菊丸で走りますよ、そうなんです、鈴木誠也も走りますよとか、はい、走れる選手がいるときはいいけど、いないないもの出たりしても無理だから、うん、そこはもう問題じゃない。だってこのキーマンこれができたら優勝はできることしか言ってないから、うん、そんなもう盗塁数倍にしようって言ってもできるやついないからね、うん、だからされないようにすることの方が大事だね盗塁は、うん、まあでもこれが見てね、カープファンロッテファンがそれぐらいいけるんちゃうかって思えば優勝するかも分かんないし、うん、いやそれは無理やろって言うんだったら難しいし、全然広島できそうな感じしましたけどね、うん、でこれがまだね1年間経った時に、うん、できてんのに優勝できてないじゃんってなるのよ、なるじゃん、はい、うん、できてんのに優勝できないじゃん、いや他のチームも達成してるからね、なるからね。でも今結構すごい、まあ、ハードル高くもなんか高すぎはしないですけど低くもないじゃないですか。全チームクリアするってことあるんですかね、全チームとか他のチームもクリアとか。いやないと思うよ、他のチームが勝つってことはこっち負けるからね。あそうですね、うん、そうそうそう、うんうん、でも上位の方がノルマ設定低いから、うん、で広島の方がやっぱり最初の動画よりもあなんかいける気がするってちょっとありましたね。 それはやっぱ5位6位はそれはだいぶ頑張んないといけないし、うん、はい、1位なんて動画作れんのかっていうぐらいなるからね、うん、はい、ノルマがそんなにないっていう、うん、だって1位だから、ね、そうですね、うん、怪我しないようにみたいな感じになるかもしれないけどね、はい、そうですね、はい、でしょ、はい。